皆さん、こんにちは。タクシーチャンネルケンタです。本日はこちら、流し営業のコツっていうタイトルで、これからですね、年末、今日から11月16日から、売り上げた分がですね、利率がかかって、その給料がですね、12月末の皆さんの給料、私たちの給料になります。で、年末はですね、この寒くなってくる冬の時期っていうのは需要が基本的には増してきてですね、宴会需要、夜の需要、かなり強くなってます。そういった時にですね、活かせる流しのテクニックとかコツっていうのをですね、今日はお伝えしようかなと思います。このコツっていうのはですね、明日から皆さんがすぐですね、振り返ったりトライしたりできる内容になってますので、ぜひですね、見るだけじゃなくてトライしていただいて、これでね、1本でもね、5000円でも1万円でも給料が上がってくれたらね、すごく嬉しいなと思うし、12月末っていうのはやっぱ何かとね、私たちタクシードライバーも、物入り、お金が必要な時期だったりもします。そしてですね、知っておいてほしいのは、1月、2月ってタクシードライバー閑散期ですから、この11月、12月っていうところでしっかり稼いでですね、少し蓄え作っておいてほしいなっていうところから、こういった動画を作っています。よかったらですね、ぜひいいねとかですね、仲のいいドライバーとか、シェアしていただけたらすごく嬉しいです。はい、それではですね、本編に入っていきましょう。まず一つ目ですね、降車地では必ずですね、発信前にお客様のチェックをしてくださいっていうお話をしていきます。降車地ってあるじゃないですか。お客さんがこう乗ってて、で、お客さん目的地に着いて会計してる時とかですね、に、例えばお客さんちょっと遅いなとかいろいろあると思うんですよ。で、降りた後、安全確認しながらですね、もちろん忘れ物とか扉閉めて、安全確認してすぐ行ってしまうのではなく、出ていくのではなくですね、その場に留まってしっかり周りにお客さんがいないかどうかっていうことを確認してください。これは何かっていうと、特にですね、降車地っていうのは交差点だったりですね、お客様、人が流れがあるところに結構止まりがちだったりもするんですよ。ホテルとかもそうですよね。ホテルでタクシーが並んでない時に、こう、ホテルにお客様をお送りしましたと。で、お客様降りて、じゃあさ、ホテルから抜けようかなと思った時に、ホテルの中から、あ、タクシー乗りたいなっていう人がこう、バーッと出てきた時とかって結構あると思うんですけど、こういった降車地でですね、すぐお客さんを、次のお客さんを乗せるっていうのが、実はですね、実車率の面でも、距離の面でも、売上の面でも、すべてですね、正しいっていうふうに私は思ってるんですよ。なので、ぜひですね、降車地でしっかりお客様を降ろして、そのまま次すぐ行くだけじゃなくてですね、その場で必ずお客様一度立ち止まって探すようにしてください。もう360度です。車の360度とか、なんならその、向かい側のね、この反対側の横断歩道の先とかで乗りそうな人いたら、ちょっと待ってみるとかっていうのもすごくいいと思います。で、お乗せする合図としては、ドアを開けておけばですね、お客さんこうやって覗いてきますので、その時に、あ、どうぞって言ってあげたら、全然こう、引き込むことができますので、そういったですね、しっかり確認するようにしてほしいなと思います。こういった小さい作業の積み重ねっていうのが大きな売上の差に響いてきますので、ぜひですね、やってみてください。あとですね、もう少し言うと、ホテルに降ろした時はですね、よくドアマンとかのサービスの方がですね、ドア開けてくれてとか、お客様の荷物持ってとかってあるじゃないですか。で、ちょっと余裕があった場合はですね、そのドアマンに今日宴会とかってありますかって聞くのもすごくいいことだと思います。例えば7時とか8時とかにね、ドアマンの方とか、そのホテルのベルボーイって言われる方がですね、タクシーが全然足りなくて困ってるよってこと結構多いんですよ、この時期は。なので、今日ですね、何時頃に何人ぐらいの宴会あるって聞いたら、それちょっと頭の中にインプットしておくとね、自分が暇な時にそこちょっと覗いてみようかなとか。中に入らなくても周り覗くだけでもね、全然人ってわーっと出てきてるので、そういったところに乗せるチャンス増えるのかなと思います。で、さらにですね、深く考えるとですね、アプリの芸者、強い会社の方はですね、この降ろした時に、アプリ、空車にした瞬間にアプリになることってあるじゃないですか。で、空車にした瞬間にアプリを取ってしまうのではなく、空車にする前にですね、お客様、次のお客さんを見つけて、乗っけた方が絶対売り上げいいんですよ。これ、アプリ取ると、大体ですね、芸者っていうのは、いくらかもちろん芸者料私たちもらえるんですけど、そこに行くまでの時間っていうのも結局あるので、そうではなくですね、すぐ次のお客さん乗せて走るんだって。走って稼ぐんだって。軽車両っていうのはね、本当に5分かかろうが、10分かかろうが、15分迎えに行こうが一律じゃないですか。なので、近かったらラッキーだし、遠かったらちょっとドライバー損するよねとか、出てくるのか、お客様がね、出てくる時間結構遅かったらドライバー損したよねっていう、この不確定の要素が結構含まれてる制度なんですよ。そうじゃなくて、目視ですぐ、お客さんをその場で乗せられるんだったら、迎車のボタンを了解するよりも、先にですね、お客さんを確実に乗せてしまった方が絶対得です。これも、
すごく忙しくなって、まあ、ゾンビって言われるね、よくそのタクシーが全然足りてないっていう状態になった時には特に使えるので、私は確実にこうやって取ってるので、ぜひやってみてください。はい、次2つ目ですね。2つ目は繁華街でですね、繁華街に入って空車の中に自分がぐっと入ってきて、繁華街ごちゃ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 って流す場面ってあるじゃないですか。まあ、銀座も六本木も渋谷も新宿もあると思います。まあ、どこでもそうですよね。今は結構繁華街でごちゃっと流す場面もありますと。いった時に、しっかりですね、お店から出てくる人とかですね、オフィスビルから出てくる人を見ていますかっていうところなんですよ。で、この見るポイントってどこかなっていうと、お店の扉は絶対もちろんです。開いたら止まってみる。出てきそうな人がいたら止まってみる。で、もう一つですね、階段ですね。階段が上からまああったとして、こう降りてくる人がいるんだったら止まってみる。で、後ろで、仮にですよ、ちょっと遠すぎてしまってね、ゆっくりはこう走ってて、過ぎてしまって、あ、誰か扉が出てきたな、っていうことがあったら、後ろの車がいなかったら左に寄せて止まってみる。で、止まってですね、こっちから話しかけられないじゃないですか。だからドア開けてあげれたらいいんですよ、もうその時は。で、ドア開けてあげて、あ、タクシーなんか乗せてくれるっぽいよって言って走ってきたら、もうこっちのもんだ、ラッキーって感じなんで、よし、これで乗せられたっていうね、のがあるんですよ、結構。だからこういったね、しっかりその、お客さんが出てくるのをしっかり見るとかね、観察するっていうのは必要なのかなと思います。ポイントは扉と階段です。ここはしっかり見るようにしてください。で、こういったですね、左に寄せて止めて、扉を開けて待ってるってことが恥ずかしいと思う方ね、いたらですね、トップドライバーみんなこれやってますから、やってますし、あなた何しに来てるんですかって、仕事しに給料を上げに来てるんじゃないですかって私は思うんですよ。なので、恥ずかしいとかではなく、しっかりですね、自分の給料のことを考えて、売上のことを考えてやってください。で、お客様の立場になってもですね、やっぱ早くタクシーに乗れるっていうのはすごく嬉しいことなんですよ。そこからまた何分も待たなきゃいけないかもしれないし、次来たタクシーがね、空車だったり、あ、空車だったらいいですけど、回送とかね、実車かもしれないし、それで来なかったらね、結局、配車アプリとかで、じゃあ、迎車料かけて呼ばなきゃいけないよねってなったりするんですよ。そうじゃなくて、目の前のタクシーがちょっと過ぎてでも止まってくれたと。で、開けてくれたと。で、私たち乗りたい。すごい嬉しいことなんですよ、本当は。ただ、昨今ですね、東京のタクシードライバーっていうのは、そんなことをしなくても、ある程度稼げる人が増えたので、まあ、だらっとですね、流してる人が多いなと思います。なので、あんまやってる人少ないよねってパッと見は思うんですけど、しっかりトップドライバーここやってるので、皆さんもですね、やりたいなとか、月収8万円以上稼ぎたいなとか、やっぱ年末ね、少しお金入り用になるし、ちょっと稼いでおきたいな、蓄えておきたいなとか思うのであれば、ぜひですね、やってほしいなと思います。私はそう言ってやってるドライバーとかの横目を見ながらね、すごいねって、さすがだね、俺も頑張ろうって、思ってたりもしますので、そういうドライバーになってほしいなって思ってます。はい、3番目ですね。これは路地から大通りに出てくる人をよく観察するっていうところです。で、特にですね、こういった、今マップ出しますね。ここの通りですね。この路地から例えば大通りにこう歩いてきた人がいたとします。で、この路地を歩く人の心理っていうか、なんでここの路地歩いてるのかなって言ったら、多分駅に帰りたいとか、他の方向に、新宿三丁目の方に行きたいとか、だと思うんですよ。それかタクシー乗りたい、なんですよね。で、この路地からタクシーに直接乗る人っていうのが、まあいるんですけど、その路地にタクシーが入ってこないってこともあるし、結構ですね、タクシー乗り慣れてるお客さんっていうのは大通りで、いつも乗ってる場所で同じ方向に向かってタクシー乗りたいっていう人が東京はかなり多いんですよ。なので、こういったですね、路地から出てくる人、大通りに向かって出てくる人は、タクシーがビューンって通り過ぎるんじゃなくて、ゆっくりですね、走って、あ、なんかいるなと思ったら止まってあげると。で、止まってあげたらお客さん勝手にこっちに歩いてきますので、そしたら開けてあげると。すると、あ、なんで分かったの？みたいな会話になったりもするんですよ。そういったのもすごく大事なので、ぜひですね、この路地から出てくる、大通りに向かって出てくるお客さんっていうのは逃さないようにしてほしいなと思います。あとですね、せっかくだからこの機会に言っておきますけど、このエリアって新宿じゃないですか。で、新宿の路地の中のエリアの人たちでタクシー乗る人ってやっぱ結構泥酔者多いんですよ。歩けないとか、めんどくさいお客さんですね。じゃなくて、路地をしっかり歩けて、大通りまで出てくる客っていうのも結構大事で、で、酔っててもいいんですよ。で、夜酔っててもいいんだけど、やっぱ大通りまで歩けてるっていう実績があるんですよ。そういった客はね、やっぱ乗せると全然めんどくさくないです。なので、まあ、そういったね、客層っていう点も考えても、結構こういったね、路地から大通りに出てくる人っていうのは全然 OK です。狙い目。狙い目だし、私も毎日狙ってます。はい、4つ目ですね。流しのコツ4つ目です。これはですね、タクシーランプとブレーキランプっていうお話をしようと思います。タクシーランプっていうのはこれですね。この写真。これはですね、ホテルが
お客さんがタクシー乗りたいお客さんがいるんだけど、ホテルにつけてるタクシーの台数がないよっていう時に、タクシー来てくれっていうサインですね。こういったことすらね、多分会社で教えてくれないと思うんですよ。ただ、そういうふうなランプがありますと。で、各ホテルにですね、結構ついてるので、ぜひですね、見てほしいなと思います。で、このランプがついてるときは、基本的にはお客様がいることが多いです。なので、しっかりですね、その車屋さんに向かうとお客さんが乗ってきて、まあ、ホテルなので、まあ、近いか遠いかって言ったら結構ね、いろいろあるんですよ。近くて駅みたいな時もあるし、本当にそのタクシーチケットとかね、もらって家まで、隣県、県外ですね、都内、都外まで行っている時も全然あります。ただ、それはいいんですよ。タクシーの、なのでタクシーランプが光っていたら基本は行くようにしてください。で、さらに言えばですね、もうタクシーランプもガセの時が結構あるんですよ。ガセっていうのはどんな時かというと、お客さんが出てきそうだけど、まだ出てきてないと。だけど、そのベルボーイとかですね、タクシーランプをいじる人が、待たせたくないから今のうちにタクシー呼んどけって言って呼ぶんですよ。そう、タクシーランプをして。で、タクシーランプを押していくと、まあ、客まだいないみたいな。で、ずっと待たされるとか。あと、まあ、客がいないのにタクシーランプを呼んでるホテルがあるとかっていうのも実はあって。で、そこもですね、私はもうわかってるから、あそこのタクシーランプ光っても行かないっていうのは結構あるんですけど、そういったのも、まあ、研究しながら、日々ですね、蓄えていってくれたらいいのかなと思います。これ結構あるんで、ガセランプですね。タクシーランプ、基本タクシーランプがついてたら行くと。だけどガセランプもあるよっていうのもね、覚えておいてください。このね、ガセランプもね、行っちゃうとね、ほんと10万とか11万とか稼ぎたい人からするとね、かなりの損失になるんで、あんまガセランプもね、結構しっかりね、見た方がいいかなと思います。はい。で、次、ブレーキランプの話ですね。ブレーキランプって何かっていうと、例えばですね、専用乗り場もそうですけど、乗り場ですね。とか、付け待ちしてる車の後ろのブレーキランプがついてるか消えてるかっていうのをよく見てほしいなと思います。で、消えてる乗り場の場合ですね、基本的にはこのシフトパーキング見えてるはずなんで、足がですね、完全にもうブレーキから外れてるんですよ。ってことは何かっていうと、動いてない乗り場である可能性が高いっていうことなんですよね。で、このまあ、基本的に私とかね、その中級者以上とか、長年やってるってなると、まあ、どの乗り場がどれぐらい動くかって大体ね、大体分かってくるんですけど、やっぱその最初の方っていうのはどの乗り場がどれだけ動くかっていうのは分からないと思うので、このブレーキランプっていうのが、そのついていて、並んでるタクシーがいるんだったら、最近すぐ動いたんだなとか、動きやすい乗り場なんだなっていうサインにはなると思います。ただですね、これも過信しすぎても良くなくて、ブレーキランプってつけがちなタクシーもいるし、消しがちなタクシーもいるし、今、客が乗ったからって、次じゃあ30分後に1人動くんだったら、1台動くんだったらね、別に並んでも意味ないかなとか、逆にそこの単価っていうポイントも実はあって、ここに並んだらこれぐらい単価が出るってポイントもあるので、一概には判断できないです。ただ、実際、最近動いたとか、直近ですぐ動いてるっていうのは、わかるのはブレーキランプ、ついてるかついてないかですね、タクシーが並んでる時に、自分が並ぶ時の参考にしてほしいなと思います。途中で宣伝です。タクシーの無料転職相談を概要欄、LINE から承っております。この会社どうなの？って言った相談から、何月頃に転職したいんだけどとか、まだ考えてはいないんだけどって言った何でもですね、相談して OK です。ゲンタ経由で転職が成功した方には、営業マニュアルによる強力な営業サポートをつけています。サポートを受けている方のデビュー3ヶ月後の平均が8万2000円です。また同じ時期のデビューした方がですね、実際集まって対面でですね、セミナーとか顔を合わせる機会っていうのも用意しています。そういった場所でですね、入社してからその後ですね、どれくらいの売り上げがあるのとかっていうのを私が聞いています。皆さんの良い選択肢広げてあげられたらすごく嬉しいなと思っています。よかったらですね、興味がある方は概要欄ぜひご覧ください。それでは動画の続きをどうぞ。はい、5つ目です。5つ目はですね、大人数のお客さんがこう、道路とかにバッて出てきた時にですね、まあ前の車が乗せたとします。で、前の車乗せてる時にですね、しっかり後ろにつけて待ってますかってところなんですよ。例えば自分が車で、空車でね。本当は空車の前に空車挟んじゃいけないんですけど、例えば前の車も空車で、大人数のお客さんが出てきましたと。わーっと8人ぐらいでね、出てきて、まあお見送りしますと。言った時にですね、前の車まず先に止まるじゃないですか。で、ハザード焚いて、ドア開けて乗せてるとき、これ追い越してないですよねってさすがにっていうのは思うんですよ。ただね、本当私最近なんか、本当流しのレベル、なんか全体的に下がってんなと思ってて、これ追い越すね、空車のドライバー結構いますよ。だって乗るか乗んないのか、
いるじゃん、ここに客みたいな。で、なんか乗るか乗らないか分かんないけど、乗る可能性もあるじゃないですか、全然。そしたら、ここで絶対止まんなきゃいけないんですよ。で、空想してしまうしね。空想っていうのは空車の状態で、無駄にこう、走行してしまうことを私空想って言うんですけど、このね、ここに止まって待つ。で、ここが乗ってね、じゃあバイバイって送られてから、じゃあもう一台ってなったら絶対自分の番来るじゃないですか。なんでみんな止まらないのかなと思って。もちろん止まってる方多いと思いますけど、これ止まってない方結構いるんですよ。なので、まあ、しっかりですね、これ止まって待って、で、ハザード焚いて、ハザード焚いて、ハザード焚いて。確かにね、結構渋滞っていうか、ね、詰まるからあれかもしれないですけど、ちょっとね、交通事情的には悪いかもしれないですけど、ごめんね、と言って待ってですね、しっかり自分の番が来るのを待つ。で、それで、いや、いらない、いらない、タクシー大丈夫だよ、1台大丈夫って言われたら、それはそれでいいんですよ。それはそれでいい。あ、OK、OK、じゃあまたね、ってなればいいんで、しっかりですね、こういった大人数の客が出てきた時に止まってくださいね。で、送られるお客さんっていうのはね、こうやって大人数の中で、送られるお客さんって大体重役なんですよ。偉い人。なので、タクシーチケット出ます。なので、タクシーチケットしっかりですね、取れる会社さんの方はですね、しっかりここを泊まるべきだと私は思ってます。まあ、確認みたいな内容だったと思います。で、最後ですね、6個目。これはもうすべてのこう基礎動作のうちの一つで、最も大切だなと思うことなんですが、これだけ覚えてってくれてもいいくらいです。空車の時は、とにかく自分の車の前に、大きくスペースを作ってください。もう一度言います。空車の時は自分の前のスペースを大きく作ってください。で、作るって言い方をしてるんですけど、これはですね、意図的に作らないと作れないです。これ何かというと、例えばですね、信号、赤信号の先頭で止まるって何かって言ったら、次の青信号の時に自分の前のスペースが空いてるから、直進した時に自分の前に車がほとんどいない。まあ、もちろんね、右折してきたとかってありますけど、スペースが空くじゃないですか、その分。なので、こういったですね、例えば止まってみるとかですね、先にこう車を全部行かせて、で、止まった状態で、かなり、がら空き、道路がが、ら空きの状態で自分が空車で走るってことなんですよ。このスペースがあるかないかがすごく流し営業で大事で、スペースがあれば、そのスペースの中にお客さんが出てきたら自分のお客さんになるんですよ。ただ、スペースがないと、そこにピンポイントでお客さんが出てきて自分が取るって感じになっちゃうし、止まってる状態でしか取れなくなります。なので、これで、ね、その信号の左先頭で止まるってすごく大事だし、空車で前に空車を、空車の後ろを走らない。前の空車の後ろを走らないっていうのもすごく大事なんですが、ぜひですね、このスペースっていうことをすごく考えてほしいなと思います。だからゆっくり走れって結構言われたりするじゃないですか。このスペースをとにかく大きく大きく上げていく。これがもう全ての流し営業の基本だったりはします。なので、いかにですね、この道路の運行状況とかですね、その安全状況を考えながらですね、スペースを大きく大きく大きく広げていけるか。でも本当に1メートルでも大きく、1メートルでも大きくっていうふうにこう積み上げていくことで、お客さんが出てきた時に自分のお客さんになる。そういったですね、このスペースの作り方をしてほしいなと思います。すごく基本的なことですけど、やっぱりですね、こうやってたまに言われると、あ、そうだよなってなったりするわけですよ。で、これがですね、例えば疲れてきて、まあ、20時間拘束時間があるとしてね、後半でもこれをしっかりやり続けることができるのかとかですね、スペースを空けるとかね、っていうことをやり続けることができるのかどうかっていうところも売り上げにかなり大きく関わってきますので、ぜひですね、今回お話しした6つの内容かな。年末のこの時期ですね、この冬の寒い時期で需要が高まる時期に非常に有効な流しの内容ってなってますので、ぜひ明日からですね、確認とか実践とかしてみてほしいなと思います。この動画を見てくれた方がですね、少しでも収入上がって年を越すことができることを私は願ってますし、同じようなですね、ちょっとした考え方の動画っていうのはこちらで、この今画像を出してますけど、この動画でお話もしてますので、ぜひ概要欄にこの動画もつけておきます。なので見てみてください。はい、本日の動画はこちらで以上となります。最後まで視聴していただきありがとうございます。ぜひですね、このままチャンネル登録もしてない方はですね、していっていただいて、あとはまた次の動画作ってますので、また次の動画でお会いしましょう。タクシーチャンネルゲンタでした。バイバイ。